芝心臓マハーカーラはヒンドゥー、仏教とシーイク教に共通の神である。ヒンドゥー教でシバの別名の一つとされる。配偶者はヒンドゥー教の女神、マハーカーリとされ、シャクティ派で最も顕著に現れる。また、密教仏教、特にチベット仏教ではどの宗派でも守り手として示され、中国密教と日本の真言宗では語法前進という。 マハーカーラは日本で大黒天として広まり、あるいは北京語と関東語、朝鮮語でもそれぞれ大黒天を指す。シーク教のマーヤーを司る存在がマハーカーラである。マハーカーラ前コラはサンスクリットの合成語ベジュベリで、マハー偉大なコラ時間、し、ボン、から転じて字を超越したものやしを意味する。チベット名は偉大な黒い人を意味する。 シベット人は守護者という意味の言葉も用いる。に腕のマハーカーラソックティサムガーマタントラによると、妻のマハーカーリは、非常に恐ろしい存在に嫁ぎ、夫マハーカーラは、腕が4本で3つ目、千万の破壊の黒煙の、輝きを放ち8カ所の仮想場に囲まれて暮らす。身を飾る8つの頭蓋骨、5体の無クロを椅子代わりに、腰を下ろし、手に3つまたの槍に太鼓、なぎなたに鎌を携える。 全身に、仮想場の灰が降りかかり、その周囲を取り囲むハゲタカと、ジャッカルが大きな声で吠え立てるという、隣にいる妻のカーリーと共に、時間の流れを象徴している。マハーカーラとカーリーは、両神ともブラフマンの究極の破壊力を表し、いかなる規則や規制にも縛られることはない。時間と空間さえも、自分自身の中へと溶かし込む力を持ち、宇宙が溶け去った後も、 空として存在し続ける。カルパの終焉に当たり宇宙を解散させるのは、この両神に任されている。あるいはまた、たとえ他の神々のデバやトリムルティスには、実現できなくても、強大なワルトデーモンをすべて滅する責任を負う。マハーカーラとカーリーは、カラスなわち、時間の擬人化された存在であり、何にも拘束されない。時間は、慈悲を示さず、何もあるいはは誰をも待つことはない。 それゆえに男であれ女であれ子供でも動物でも世界あるいは宇宙全体を容赦なく滅ぼし尽くす。オリッサ州とジャールカンド州並びにドアール地方の一部では野生の像をマハーカーラとして崇拝する。マハーカーラは通常色が黒い。黒はすべての色を吸収して溶かし込むようにすべてを包含する包括的な性質を備えるマハーカーラは すべての名前と形を溶かし込むと言われる。また黒とは、色が完全に欠如した状態ともいえ、この場合もマハーカーラの本質を究極、または絶対の現実として表す。梵語でこの原則を、あらゆる質と形を超えた、ニルグナナーガナと呼び、すべてを包含し、かつ絶対の存在というどちらの解釈も引き受ける。大乗仏教、チベット仏教のすべての宗派では、 守護神マハーカーラに帰依する。描かれた姿はいくつものパターンがあって、それぞれに本質と側面が明らかに異なる。また様々な存在が異なる場合ごとに発散したものとみなされ、生観の恩あるいはカクラサバラである。マハーカーラの王冠にはほぼ必ず五個の頭蓋骨が飾られ、五つの煩悩がごち如来に加勢する様を象徴する。マハーカーラの権限と描写では、 腕の本数の違いが最も目立ち、他の詳細も実に様々である。例えば事例によって、体が白い、頭が複数ある、正規のない姿、何かを踏みつけた立ち姿だが、足元の物体の数は一定ではなく、手に持つ道具も、様々なら、武器の代わりに装飾品などを備えることもある。シャンパー加牛派の創設者、カインポネンジャーに発するナインシュックに広がり、サキャ、ニ ゲルク派、すべての派に加え、様々な下牛派の系譜に伝播した。テルマ系統は六腕のマハーカーラの様々な形態を伝える。ニンスクはシャンパから派生しながら、シャンパの主流派ではなく、直立ではなく踊る姿であり、非常に高度なマハーカーラの修練である。白い六腕のマハーカーラは、モンゴルのゲルク派で人気。チベット仏教では、 様々な四腕のマハーカーラの名前もマハーカーラである。ため、初期のヒンズル教寺院では、表の参拝口の外にこの従者が、芝の乗馬ディと共に留め置かれていた。代表執筆者の聖の ABC 順、ありがとうございます。